台湾北部にある大屯山火山群では、去年に中央研究院によって火山性地震が観測され、活火山であることが確認され、1万年以内に噴火する可能性があると推測されています。中央気象局地震速報センターの林祖偉課長は、およそ6000年前に大屯山が噴火した証拠があった。地震波で観測したところ、大屯山の地下およそ30キロのところにはマグマだまりがある可能性があると説明しました。大屯山火山群が噴火したら、その麓にある台北市の天母、北東、士林に影響を及ぼします。台北101も火山群からわずか15キロ離れています。中央気象局はこれを受け、6日に噴火警戒レベルを発表しました。大屯山火山群と紀伊山島を観測対象に、0から2までの全3段階に分けて、緑、黄色、赤の3色で噴火の可能性を表します。インターネット、ショートメッセージ、セルブロードキャストを通して発令する噴火警報システムは、交通部と行政院の審査を経て、年末にも供用を開始する見通しです。